で今の現代卓球ってどんどん速くなってて前陣速攻になっててなってるんだけど、みんなフォームがちっちゃくなってゆっくりなボールが来た時に思いっきりドッて打てなかったりとか、うん、そういうところがちょっと見てて気になるなって思うところもあってこのテーマにさせてもらいました。やっぱり振ることは大事だし攻撃は最大の防御、何回も言っておけば勝ちです。それをテーマにちょっと見せていきたいと思います。はい、ちなみに私先に1時間半やった時にめちゃくちゃ筋肉痛になりそうな感じだけどちょっともう一回頑張りたいと思います。よし、お願いします。足元とか見てほしいな。最初はラリーでやってたんですけど、やっぱラリーって難しいので卓球で教えたいと思います。実は大きく伸ばす、足の力をしっかり使って大きく、バックスイングはそこまで大きく取らなくてもいいので、バックスイングはね自然に肘を曲げて腰の動きに合わせる。そこから股関節の力をこっち側に向けて肘を伸ばす。さっきも言ったけど、なんか壁に肘をこうやって上げずに壁にちょっと手を押し付けてみて、上腕三頭筋の裏の方の力を使って体をグッとポン、そうそうそう、この力でラケットを前に出す感じ、こう、まあ、言ったら簡単に言えばこんな感じ。でも、まあ、この打ち方ではないけど肘をここからこう伸ばしてあげるってやると自然に前に持っていきやすくなる。よくみんなこっちに振っちゃったりするじゃん。そしたらだってボールは前に飛ばすのにラケットこっちにこじんまりしちゃうとボールはそこまで走らないから、思いっきり前にこの裏の力を使ってドカンっていってあげる。その時に足がぶれない。